ウマ娘新ライブのうますぎグルメパレードに対するみんなの反応。急にぶりっ子みたいなラモーヌ出てきてクソ笑った。下ペロ可愛すぎない？ここのシーンいろいろな可能性秘めてる。新たな尊厳破壊いいぞこれ。大して違和感ないな。10年後にこんなキャラになってそう。ラモーヌどこに置いても面白い。ねえこれ割と尊厳破壊系じゃない？尊厳破壊ライブがまた一つ生まれてしまった。スクショで 1GB ぐらい座れそう。ジュース持ってきたよ。すごい、普通の色してるジュースだ。ラモーヌやお嬢はプロだからわかるが、ブライアン、お前もプロだったんだな。この曲耳に残るし、ライブシアターも可愛いわ。歌の方もマックイーンの歌唱を入れて欲しかったな。最初カレンちゃんでやったから全く違和感なくて助かった。全員私服でやるとすごくいい、頑張って信頼度を稼ぎまくった甲斐があった。4番に小さい子を配置すると最後が可愛い。最後の手をひらひらするのがまたいいんだ。しっかり歌唱ついてて笑った。1周目 KS でやったわい、元気に食べてる姿見て本当よかったねと思った。ミラコの子遊園室好きだから今回の MV めっちゃ刺さったわ。いいよね今回のライブ元い MV。早くこのライブで踊らせたいです。これマジ？またイケメンクールが尊厳破壊されるのか。ワイのラモーヌと勝負や。またライブで遊んでる。ある意味ウマ娘の正しい遊び方だぞ。1番と6番あたりがいい感じに取りやすい。真ん中4人変わるテンポ早い気がするのとタイトルで隠れる。この目白まんじゅう6番ポジに合いすぎなんよ。かつてないほどに幸せそうで大草原。DE が勝った時に使えそう。人参ジュースしかなかったけどいいかな？何入れたんだタキオン。色が変わってないから大丈夫だろ。飲んだ瞬間変わるぞ。タキオンが使ってる畑の区画だけ夜中に光ってるという噂は本当ですか？タキオンのやつみんなやべえやつが来たみたいな空気出してるように見えるのくさ。後ろ向いてるカフェが超絶渋い顔をしてるのが容易に想像できる。多分オペモスになってる。ポッケのやるのか？今ここで、みたいな顔で草生えた。全く失礼なことだね、まだ何も入ってないよさ。こういうの待ってた、ペロリンしてるポーズ全キャラにやらせたい。毎回シナリオの度に神楽曲を提供してくれる運営に感謝と敬意を。PV っぽい作りだね。組み合わせでいろいろできそう。なんかプリコネのイベントアニメエンディングみたいなノリで好き。対象キャラ増やしてくれ、映像がいいだけにもったいない。それはどの曲にも言えることだよな。ピョイッとハレルヤと同じ匂いがする。アニメのエンディングっぽい雰囲気が心地よくて毎週回ムービー見てるわ。写真で撮りたくなる場面が多い MV だわ。ライブ部分の振り付けも可愛いし編成考えて時間解けそう。UAF の時よりも歌唱増えててよかった。そして西のフラワーが歌唱キャラにいるからもしかしてと思ったらセイちゃんもいてさらによかった。ライス育成で初めてこの曲を見た時可愛いって言葉しか出なかった。ミラコは似合うだろうなと思った。ミラコいつの間に大食いキャラになったんだ？おぐりと対決してほしい。もしかして、ご注意ってこの前振りだったのでは。ザリオはともかく千代は歌唱欲しかったな。歌詞にオヤーがないので。ミラコに歌唱ある、思わずにんまり。どう見ても教育番組のテーマ曲なんですけど。いっぱい食べる君が好き。栄養の吸収を抑えるタイプのサプリ CM だからよく考えるともったいない。やっぱラモタン可愛いわ。歌唱が多いに越したことはないが、泣けないでスクショだけでも遊べるのがいい。お手を拝借いただきます、のドリジャが可愛すぎて可愛すぎて、最初見た時変な声出た。新シナリオは夜にやるもんじゃないですね、腹減って仕方がない。わかる、ゲームで飯テロを食らうとは思わんかった。
もっとトンチキ飯あるかなと思ったら全部美味しそうで腹が減る料理名から目をそらしながら。米印ちなみに作曲者は広がるプリキュアの主題歌を作った人です。新シナリオはキャラが可愛すぎた。やった後に初プレイは担当にしとけばよかったって後悔したわ。滝音本幕さ。他5人全員え？って言ってる。私がジュースを持ってきた時、どう思った？多分入れたな、と全員思ってる。歌が終わった後全員集合して手を振るシーン苦しいほど好き。センターの子がウインクプラスキスっぽい動きしてくれるの最高すぎて昇天した。初手ラモーヌ育成だったからいきなり尊厳破壊されかけてるしママ見出してくるし感情のジェットコースターだった。1、2、5に同期を並べるとすごくいい絵が取れるな。あと4に小さい子を配置すると最後必死にアピールしてるみたいで可愛い。2番に身長高い子を置いたらその子隠れてさらに可愛いよ2番の子越しに手だけ見える。1、2、5は練習組、3、4、6は焚き火組、どっちも良い。実装と同時にこれにぶち込まれるドリじゃよ。1番星雲スカイ、5番西のフラワー、私のお気に入りの配置です。尊重。シンボリ3人とラモーヌ、オルフェで踊らせたい。私服もめっちゃ映えるな、ほぼ全キャラ解放した甲斐があったわ。馬娘が可愛くてこのゲームやってるんだなって久々に思い出したわ。マックちゃん可愛すぎるやろ、歌唱をつけるんだ。きつくないでしょ、ちゃんとラモーヌさん可愛いと言いなさい。ラモーヌさんは裏表がない熱いレース大好きっ子な可愛い素敵な人です。滑り台と同じくらいかそれ以上にすごくすごい教育テレビ感がする映像ですねこれ。1番に KS ミラクル置くといっぱい食べれるようになったみたいですごくいい。途中でみんなと並走してるとこと寝っ転がってるとこが妙に好き。今までのオープニングであったようなシーンが好きなキャラでできるのが最高。なんとなくだけどこの曲を聴くと寂しい気分になる。ゴールデンタイムのアニメのエンディングとかこんな感じの雰囲気多かった気がする。歌詞は別として、スマップとかが歌っててもおかしくないような王道ポップ曲だな。このゲームのコア層が懐かしく思うような雰囲気というか、新たな尊厳破壊装置が渡されて生き生きしてる人もいますね。そう、私です。ラモーヌさんは恥ずかしがらず普通にやりそう。あの人は 100% やりきった後でこっちに感想を言わせてくるよ。MV 風なのにミラコは自然体すぎて違和感皆無でくさ。料理アニメ作品のエンディングアニメみたいですこ。グラライの時と同じくらいプリティ成分の高いシナリオだわ。6人用のライブ作ったからにはツルちゃん実装派よ。わゆららちゃん推し、ゲーム内写真が30枚増える。馬娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。